今日はまあ、なんていうんですかね、7月のもう10日ぐらいなんですね。まあ、とにかくクソ暑いのなんのってね、もう具合悪いっていう感じですけどもね、現在の時間がね、お昼の12時18分ということでね、今日は今、歯医者に行ってきた帰りなんですけどもね、途中でこう、じゃあ、っていうかね、まあ、7月に入ってからね、もうほとんど家でぐったりとぐったり折れていたんでね、何もできない状況でね、まあ、あと、そうだね、よくほら、ね、カメラマン演出とかそういう話が昔ね、アートの方の本によく出てたんですね、評論とかそういうところでね。で、まあ、僕なんかもやっぱり、まあ、カメラマン演出までいかないですけどね、なんか自分のね、リュックサックの中に、いろいろと移動カメラとかね、まあ、いろんなものをそういうふうに、入れて、うろ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 やってるわけですけども、さすがにね、今年の夏はね、重たい。いや、本当ね、もう嫌になるぐらいのね、うん、であと外に出ててもね、熱中症とかの問題があるでしょ。今日ももう本当に気管のいい天気でね、やばいよね。昨日あたりなんかね、買い物に出たんですよ。久しぶりにね、買い物に出てフラ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 ね、行ったらね、もう途中でね、もうやばいぞこれはみたいなね、まあ病気持ちですからね、そっちの方の病気のこともあって、要するに息切れとかね、なんかこうそういうのがやばくてね、フラ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 して、なんせぼーっとしちゃうんだね。酸素キャリスっていうのかな、そんな感じでね、いつもだったらそうでもないんだけど、なんか今年はね、もうほら2、3年ほらコロナの影響があって、まあ、とにかく気をつけろ気をつけろってことで、まあ、あまり外にも出てないし、まあ、俺なんか歩いてる方だと思うんですけどもね、意外とこう夏なんてのはさ、本当にもう命がけっていうか、まあ、若い時なんか倒れるまで歩くみたいなね、そんな感じでね、うん、だからよく家帰ってきたらね、バタンキュー太郎でひっくり返ってたっていうかね、まあ、そういう感じなんですけども、そのなんかやっぱりね、夜年並みには勝てずみたいな感じもあるのかな。で本当にこう、うん、なんかだんだん厳しくなってきてね、歩いてても重たいものは持ちたくないとかね、であれだよね、リュックサックなんかね、便利だと思うのね、要するに荷物がいっぱい入るじゃないですか、ね、買い物の時もね、エコバッグとか言わなくてもリュックの中いっぱい入るからさ、ね、だからそういう面ではいいし、なんかね、なんかやる時も荷物がいっぱい入るし、いいなと思ってたんだけど、逆に言うとね、大変だね。特にここ2ヶ月ぐらいはそんなにね、歩いてないんですよ。なんていうの、去年の5月ぐらいからね、歩数計っていうのを、やり始めたんですけどね、もう全然ね、少ないの、なんていうの、最下位の方のね、感じでね、歩いてるって感じでね、うん、夏なんかもギラギラね、汗かきながら歩いてて、行き着く先なんか知らないで、ただ歩きたいから歩いてんだみたいなね、そんな感じがいいなっていうのがあったんだけど、さすがにね、もう無理、うん、つうかね、気持ちで歩けるっていうのはあると思うんだけど、体も動いてきかないとかね、いや、ほんとそんな感じでね、もう、今日なんかね、ほんとね、もう、で今日風強いんだよね、意外とね、だからこれやっててもさ、ボツになる可能性もね、ほんとにね、もう2年ぐらい前からそうなんだよね、まともに穏やかに晴れるなんてことなくてさ、風が強かったりさ、ね、で天気予報が当てにならないじゃないですか、ね、実際のところ、ほんとにね、天気予報つらいよ、もう少しなんとかしないとね、いらないから、九州の天気いらないから、関東でね。うん、例えば台風とかでね、被害が出ましたっていう時にはね、必要だと思うんですよ。でも九州ね、あと5日ぐらいしたら台風が来て、もう大掛かりな台風になりますみたいな話を九州で流してよ、ね、何も全国で流す必要ないんでね。でそんなんでなんか、本当に欲しいニュースね。だから関東の天気予報はどうなってるかみたいなのはさ、全然なくてさ、なんせ危ないやつばっかりだもんね。戦場なんとかとかさ、爆弾低気圧とかさ、それがね、もう爆弾低気圧がどこどこに落ちました、すごい大変だよななんて言ってさ、ね、関東テカテカに晴れてんだからね、どうすんのこれってね、ただそれでいいのかみたいなね、うん、いや報道の自由だし、報道をしなきゃ報道の、ね、価値がありますからって言ったって、ね、九州のニュースも、ね、もしもっと言ったら南極で、ね、氷が溶けましたってニュースが、ね、それはトピックとかね、そういうトップニュースじゃなければ問題ないけどさ、南極で氷溶けてね、地肌が出ましたっていうのがトップニュースになるっていうのは、よっぽどね、それなりのことがあってのことだからさ、それただそれだけなのに、今年はね、南極が暑くてね、もう全然来らないんだよ、だからアイスクリームとか食えなくてねみたいな話だったら、まだしもね、笑い出しになったりっていうか、本当そういう意味ではね、一体どうしたらいいのと、本当にそういうようなね、わけのわかんないニュースばっかり流れてて、で、なんだっけ、最近ね、なんか、妙に日ハム頑張るみたいな感じはあるんですけどね、3位。いやただね、やっぱりその日ハムは結局ここで頑張れなかったら何が原因かって言ったらさ、2軍が千葉にあるっていうね、要するにちゃんとだからもう一丸になってね、試合をするって感じはないから、まあ、それで済んじゃうんですよ。僕はずっとそういう気持ちを持っててね、だからで、あとやっぱりね、1軍のさ、優勝もすごいと思うよ、ね、だけど2軍の選手がさ、上がってくっていうのは、まあ、ある意味相撲みたいなもんでさ、2軍の叩き上げの選手がさ、1軍でヒット打ったとか頑張ったっていうのは、やっぱりこう、本当のファンとしてはやっぱり嬉しくなるよね、相手やったかみたいなね、そういえばもう本当に2軍の時よく試合見に行ったよな、もうね。ね、すごい光って目立つんだけど、あいつ、時たまね、変なことやるからさ、そういうこともね、やっぱり通になると分かるみたいな、その2軍が全くね、千葉にあるわけですからね、逆に言うと、いつね、帰っても、本州に戻ってもね、もう全然問題ないと、日ハム自体はね、うん、それで
東京ドームじゃないし、ね、札幌ドームもさ大変なことになってるし、ね、エスコンだかなんだか知らないけど、ね、あれもちょっと一回見に行きたいなっていうのもあるけど、やっぱりね、ちゃんとだからやっぱり北海道のチームというのはね、やっぱりそれなりの名前をね、阪神みたいにさ、ね、つけないとね、つけてちゃんと真剣にやらないとまずいんじゃないかみたいな、そういう感じのね、しないでもないんでね、そういう意味ではね、これでなんかこう、活躍できないようじゃさ、やっぱり二軍がね、千葉にあるからっていう、そういう理由付けはできるんだけどさ。ただやっぱりこれもさ、やっぱりなんていうんだろう、特に4月ぐらいのさ、日ハムが負けてるときにさ、観客動員がないとか、せっかくね、新しい球場に移ったのに、もう本当に新庄どうしようもないなと、新庄首みたいなさ、そんなニュースがさ、ね、だってまだ4月始まったばっかりでさ、何先輩かしたらそれなんだよ、観客入らない、道がどうのこうのでね、溢れてらっしゃる穴になるとか、そんなんでやっぱひどいなとかって思って見てたらさ、なんのことない、練習者で言うと、そんなこと一言も言わなくなったりさ、万歳にちゃん、万歳にちゃん、そんな話しかしてないしさ、本当にね、もうちゃんと報道してよって話だよね。だってやっぱり数ヶ月はやっぱり見ないとさ、ね、お客がどれだけ集まるのか、そこに来る意味があるのかとかも、お客がね、みちゃむだけじゃなくて、いろんなね、例えば遊戯施設やなんかのためにも行くとかさ、そういうことだってあるわけだからさ、なんで野球だけでさ、ね、人が来なくなったから、ね、なんかこう、それは失敗だとか言ってね、あまりにもさ、単純すぎないね、なんかそう思ってね、見てるんですけども、でも、やっぱりね、いろいろ考えてみるとね、すっごいなんか話がスパーンと飛ぶんだけども。もう今不況になってさ、もうごちゃごちゃしててさ、人のいないところは全然いないし、もう熊が走り回ってるみたいなね、そんな感じがあるんだけど、もう本当若い時に考えたんだけど、やっぱり電気のさ、50キロヘルツ、60キロヘルツっていうさ、あれがやっぱりかなりこう、面白いなと思ってね。だから結局、ね、昔はどうなったんだって考えたら、歴史なんか見ても北の方の歴史とかさ、関東の歴史なんかほとんどないじゃないですか。なんだかんだ言いながらやっぱり九州だとか四国だとか、そういうあっちの方の歴史で、要するにその、ずっと国が来たってことを考えればね。今はね、北の方まであるけれども、まあ、その50キロ、ね、メルツぐらいのところ の, なんていうの本州の、ね、半分ぐらいのところまででいいんじゃないのって感じだね。もともとね、こういう領土って言ってるけども、ね、まあ、1800年代 の地図にはさ、というかその頃はまだ全然ね、いやだから人間の進歩ってすごいなと思うんだけど、ね、マミア林道とかさ、一生懸命回って地図作ってたのが1850年、1800年代、50、60年ぐらい、1800年代ぐらいの話だよね。で、日本の地図を作りましたっていうね、北海道もずっと回ってみたいな。ね、でその頃1800年代の最初の頃の地図なんていうのは、つながってたんだから、カラスとなんかつながってたんだから、大陸と。ね、というか、それだけまあアバウトだったんだよ。まあ、ソ連の方のね、まあ、ソ連だって、ソビエトの方のね、シベリアのね、本当に過酷な大変な方にさ、人間がたくさんいるわけないしさ、ね、たくさんいればやっぱり地図だとか、やっぱり経済だとか、いろいろ発達してくるから、それなりにね、開けてくるんだろうけど、ね、地図一つとってもね、なんか不安定な地図だったっていう、そういうこともね、なんかあるからさ。だからそういうのを考えれば、ね、たまたまね、今、北海道はね、領土だって言ってるけどさ、ね、だから中国人がいっぱい買って、なんかこう、やばいぞやばいぞって言ってるけど、ね、まあ、それはね、100年とかそういう歴史から見ればね、何百年の歴史から見ればそれは当たってるのかもしれないけど、地球の歴史から見ればね、本州だとか北海道だとかっていう名前がついたのいつからよって話だからね、実際にそういうところの歴史から見ればやっぱりいろいろとなんか ね、あったような感じがするよね。で、今ここ新蒲田のね、よく体操にね、去年じゃない、今年ぐらいからか、ここで体操やってるんですよね、年寄り体操ね、年寄りのためにね、体動かさなきゃいけないみたいな、ね、面白いですよね、結構ね、そういう体操もね、ただやっぱり年寄りってみんな元気だな、はっきり言ってね、だから病院に年寄りが多いのはよくわかるじゃん。で、病院ってさ、やっぱり元気な人しか行かないじゃないですか、ね、真相な人はもう救急車で運ばれるだけだからさ、ね、だからそれ考えれば、やっぱりその元気な年寄りはやっぱり大したもんだよ、なんか本当そんな感じがしてね、でね、そういうカルチャーセンターみたいな、まあ、そういうところなんだけど、まあ、大体9割はね、女性なんだよね。いかにさ、野郎がね、へぼってるかっていうのがよく分かって、俺もだから、ね、元気な人ってびっくりしましたよ、まあ、これすごいみたいな。でね、ほんとね、動くんだよ、みんな、ちゃんと。ね、俺なんかもう半分ヘロヘロなんだけどさ、さすがすごいよね。だからもうそういう面ではね、ただ、問題はさ、ね、健康なんてものはいつね、おかしくなるか分かんないわけでさ、ある意味、おかしくなってみないと分からないっていう、そういう部分もあってね。これもやっぱりね、マスコミとか見てたら、サプリがどうしたとか、ね、あだこうだとかね、いや、本当にね、個人差あるよ、結構、ね、俺なんかでも、まあ、いろいろこうやって動いてるからさ、元気に見られるけども、ね、でも、もう本当にもう6月のね、後半、微熱が続いてからは、もう、本当にもう、これ、やばいよね、みたいな、いや、こういうやばい状態が延々と続くことは考えてなかったね、なんて、突然来るから、ね、ある日突然って、富山まで歌ったら、あんな感じだよ、ね、うわ、少し風が強くなってきた、やばいな、これ。ボツになってったらね、7月の10日になってもね、上がってこないっていうね、いや、こうやってね、努力をしてんだよ、やってんだけどボツにしたらさ、努力した分が無駄になるんだよ、無駄っていうかさ、いや、無駄にはならないと思うんだけどさ、なんとなくこう残んないからね、結局ね、なんだかんだ言ってもね、
こういうピーカンのさ、まあ、その空の下でね、ブツブツやってるなんてね、残んねえか。これね、本当にね、あの風もこんなに強くなくてね、あらこうだって言うんだったらね、また話は別だけど。いやー、しんどいな。あー、なんかこう、だん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 やばくなってきちゃってな。あー、そんな感じだよ。ねえ。で、ほら、要するに最初に戻るけどさ、カメラマンネスじゃないけどさ、ビデオとかを持って歩いてるわけじゃないですか。毎日持って歩くっていうのは最近はしてなくて、本当に疲れてね。で、今まで大体ね、一区切り回ると大体1万歩っていう感じだったんだけど、最近はね、一区切り回って大体7000歩ぐらいなんだよ。なんていうの、少しね、短くしちゃって。持たない今までこうフラ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 歩いてあっち行ったりこっち行ったりしたのがね、もう持たなくなってんだよ、はっきり言って。それは暑さのせいだとかね、あと体力のせいでね、いくらね、もともと武将だからさ、その動かしたりしようとは思わない、体を動かしたりしようと思わないんだよ。だから理由がないとね、運動しないのね。だから歩くっていうのはさ、そこに行くから歩くんであってさ、ね、ただ歩いてたらさ、何のために私は歩いてるんでしょうかって、それを理由付けを考えるだけでもさ、えらいことになってくるじゃないですか。だからそういう面ではね、運動っていうのはあんまりしないし、でも歩くってことはやっぱ大切だなと思ってるさ、まあ何かしらね、理由をつけてあっち歩いたりこっち歩いたりっていうのは、まあ大体最近のパターンなんだよね。で、歩くのには、限度がない。歩きたければどこまでも歩きゃいいんだよ、自由だね、それはね。いや、本当そんな感じでね、うん、でその自由だからやっぱりビデオ持って歩いたりとかさ、ね、そういうことするわけで、ね、本入れてさ、昔はね、ポケットね、ジーパンの後ろのポケットにさ、文庫本を入れるっていうけどさ、今そんなに文庫本だってさ、乱雑に扱えないからね、もう下手したら1000円超えちゃうのね、1000円超える文庫本ってどれだけ厚いんだろうって思ってさ、思ってたらそんなに安くないんだよね。時代は変わったね、本当に価値というものはそういうもんかなと思うよね。だけどやっぱりそのね、ちょっとかっこいいじゃないですか。いや、読まなくていいんだよ、ね、読まなくていいんだよ。ジーパンのポケットの後ろにさ、薄いさ、そうだな、なんだろうな、夏目漱石の坊ちゃんとかさ、あれは短かったという、薄かったと思う。あんなの詰めてるだけでさ、ね、で大体夏目漱石なんていうのは明治の人でしょ、ね、だから今時の若い子がさ、ね、ジーパンのポケットの後ろに坊ちゃんを入れて歩いてるとすればさ、野分けとか200とかでもいいんだけど、ね、わすごいなこいつとかって一瞬思うじゃないですか。読んでなくてもね、ポケット、ズボンのポケットの中に入れてるってだけでもね、うん、だから本当にそういう意味ではやっぱり一つの憧れでもね、あったけどね、あれか、片岡さんですか、片岡芳雄さん、ワンチューの人ですよね、スローなブギーにしてくれ。そうだよな、だブギーって結構ね、笠置静子さんが出てくるまでもなく、リズムがね、ハッピーカムカムじゃないですか。それがスローなブギーってどうなんだろうな。今度は音楽やってる人に聞いてみよう。スローなブギー、早いブギーはね、笠置静子さんブギーの女王とかね、それも分かるけど、スローなブギーって例えばどんなのかあるのか教えてもらおうね。それだけでもちょっとね、こうやってバカ話したら、こうやって真面目に話をしてた時のね、一つのこう、そこにヒントがあるわけですよ、スローなブギーってどんな感じ、ね、まあそれもね、お前はね、もういい年なんだからそのぐらいのこと分かってろよみたいなことはあるかもしれないけど、分かってないことは分かってないから、でそれとすぐ忘れるってのがあるよね。認知症とですね、ボケとか言うじゃないですか。認知症とか最近、認知って言った方がなんかすごい難しい病気のようだけど、ね、なんかボケって言った方がストレートな感じもしないじゃないですか。だからどっちが正しいかったら、どっちが正しいかったら言わないけど、ね、うん、いいな。でも本当にこう、面白いからね、とにかくこう、外に出てくるだけでもそれだけ面白いし、何かがあるともっと面白いしさ、ね、でね、電車なんか止まった日にはどうしようかな、この先みたいなこと思うじゃないですか。ね、このまま家出しちゃうかとかね、真剣に考えちゃうもんね。だって超えれねえんだもん。ね、電車止まってるから帰れねえよって言ってたらさ、じゃあどうする、じゃあここで電車が動くまで待ってる、いつ動くか分かんないよ。でもさ、考えてみ、宝が事故で電車が止まってて、いつ動くか分かんないよって言われても、例えばそのいつ動くか分かんないよってのが10年先とか100年先の話じゃないんだよな。だけどさ、その時はさ、分かんないな、どうしよう、帰れねえじゃないかって、本当にさ、もう泣くような思いでさ、もう俺は家に帰れないかもしれないって思うのかな、なんだろうね。まあ、そこまでこう、なんていうの、表現力豊かというかね、発想がすごいというか、それもまた面白いと思うんですよね。うん、でもよく考えてると、ただアホかっていうさ、その説もあるしね、いや、でも本当面白いもんですよ、そういうことね。でも、まあ、とにかくこう、そういうふうにこう、外に出るといろんなことがね、なんかこう、家の外に出ると、7人の敵がいるとか言うとか、ね、7人の孫がいるっていうのもすごいよな、はっきり言うとな。何やってたんですかみたいなね、若い時って結構遊んでたんですかみたいな。いや、遊んではいないし、みんないつも真剣だったからとか、それで7人もできたんですか、あーみたいな。でも孫って自分で作んないよな、息子とか娘は作るけど孫は作んない。いや孫はね、自分のまあだから繋がってるっちゃ繋がってるかね、そうだよね、おじいちゃんの子供の間で終わっちゃうもんな、それぞれはいいかもしれないです。でも本当ね、こういうねバカ話というか、次から次へと連射で、ね、流れていくっていうね、これはね、止まった時に終わるんだ、もうこれ以上出てこないよねって話になると沈黙が始まるっていう ね。で沈黙が始まるって本当はあまりいいことじゃないのかもしれないけども、ね、沈黙は金だっていう話になってくるね。ね、だけどやっぱりちゃんとだから盛り上げるためにはさ、沈黙は金ではなくて沈黙は禁止だにならなきゃいけないんだね。まあ、そんなことはどれもいいけどさ、まあとにかくいろいろとこうね、
そう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 、最近さ、最近ってもう最近ちょっとないんだけど、Facebook 見たらやたらビートルズがいっぱい出てきたからね。なんか昔の写真とか、昔の写真をカラーにしたやつとか、なんかいろいろ出てきて、リンゴとかいっぱい出てきてさ、ね、私はリンゴの工作かなとかね、一緒に思ったんです。それはそれでいいって、なんでかなとかって思ってて、で、よくよく考えてみれば、6月29日だって、ビートルズが日本に来て、あの頃のことって、ね、結構鮮明に覚えてたけどね、なぜ、確か9時からそこらぐらいから、日本公演の、ね、中継が、日本テレビ、ね、明日は、ね、大阪に見れてるというような、日本テレビである。日本テレビっていうのは、ローカルではね、なんかこう、どこだったか忘れたけど、ね、まあそういうような感じで、まだまだ子供ですからね、その時間まで起きてるのが大変ってことで、寝ちゃいけないみたいな感じでね、ずっとね。うん、いやでもやっぱり当時のことって本当によく分かんなくてね、テレビ の小さな箱の中にしかなかったから。で本もねないんだよ。雑誌なんかもさ、ビートルズ特集って結構あったような気がするけども、ちょっとね字読めないし、うん、難しい字はね、ビートルズっていうのは英語の字までね BATLESE ってね、まあ、それぐらいはもう完璧に覚えたけどさ、その他の字はね、増刊号なんてのはもう分かんなくて、何が増刊なんですかみたいな ね、そんな感じだったからね、まだまだなんか書き残るんですからね、よく分かんなかったんだけど、まあ、そういう面でもテレビ見るしかないってね、そういう感じでね、でずっとテレビで見てたらやったら EHL さんがね、すごいすごいって言って出てくるのは全然ビートルズじゃなくて日本の人で、でもドリフターズが知ってたからよかったよ。全員集合の前だよな、あれな、66年だからな、67年、そのやつだからね。だからそうだよ、まだドリフターズが予選に出てた頃かな、よく商店からたまにね、ドリフターズに、まあ、あの頃はね、ほんとね、ボイス系も結構頑張ってね、ミュージカルボイスとか、ミュージカルボイス懐かしいな、心に歌を投げかけ歩く、僕ら町の幸せ売りよ、と言って、でもね、懐かしかったな。でも、あの場合はね、お笑いの歴史の中でミュージカルボイスさん出てこないんだよね、なんか、まあ、いろいろね、あるらしいんだけど、なんか、ね、あれだけテレビでこうね、本当に出てたんだから、ビデオでも残ってればね、面白いなと思うんだけどね、まあ、今みたいにつまんないけど、思うかもしれないけど、でもやっぱり、具志堅用高さんが流行った時代にね、ジャンボ具志堅というね、ギター弾きギターの人がね、男子を。で、その人は急行列車の女とか歌っちゃうんですね。何の歌かって下痢の歌なんですね。まあ、それはいいんですよね。でも本当にそういうね、お笑いの本当にしょうもねえなーっていうね、部分っていうのは本当に僕は大好きで、ミュージカルボーイズもね、確か何回か生で見てたんですよ。こっち来た時にまだやってたから。ね、東京にいる時にまだやってたから、何回か見たんですよ。でもあの頃本当ね、でなんかやっぱりお笑いをね、真剣に見始めたのは、漫才ブームの前、1980年ぐらいか、ね、お笑いを見るか、RC を見るか、どっちかだった、RC サクセションか、お笑いか、ね、で、なんかそんな時期でね、まあ、両方見てたんですけどね、お笑いも面白かったね、あの頃ね、シティボーイズとかね、今年なんか賞あるんでしたっけ、あれ、バブルガンブラザーズ、ブラザーコント、ブラザーともね、あれとかね、で、あれ結局だから最後は1990年のあの、3月のね、コロナ禍フジのね、400回記念だけでも最終回っていうね、あの時のロンディ・ロングのね、凄さ、みんなも投げやりになってやってましたよね、もうとにかく、ネタとかさ、ネタっていうか、普通のさ、話題が通用しないんでね、いかにこう、ロンディ・ロングがすごい歌か、俺って、君ってやつでしたっけ、ね、バンディ・ロンってやつね、あれがね、延々とかかるんですよ、もういい加減、テレビの状況、番組の状況がいいからね、同じ曲を何回もかけまくるっていうのはないし、まあ、それ、ラジオでも多分そうだと思うけどね、ビートルズが大ヒットした時にさ、なんだろう、そのヒット曲がさ、もう1日5回も6回もかかった、同じ番組でみたいなことで、やっぱり、普通に考えたら放送って考えればないんだけど、まあ、夜中って感じもあってさ、もうオンビーロング以外なかったよみたいなの、みんなが放送で、持ってね、まあ、いろんな思いがね、例えばその、なんだろう、5、6年やったんだっけ、1990年ぐらいだから、ね、僕なんかもずっと、まあ、ビデオ紹介とかあったからね、ビデオ紹介もあったし、ゲストのライブがやったり、20分か30分、ノンストップでね、もう本当にライブハウスみたいな感じでガンガンやるので、だからそういうものを見ててさ、で、深夜だから、RC も平気で出てくるし、普通のね、ロック系の、ね、すごいのも出てくるしさ、まあ、本当ね、本当にすごかったね、まあ、そういう中でね、バブルガンブラザーズのロンディ・ロングがすごかった、あの時ぐらいじゃなかったな、あの時じゃなかったな、初めて聞いたの。こんなすごいな、外国の曲かと思ったんだけどさ、ね、いい曲あるなと思ってずっと聴いてるよ、また来るから、ってね、朝までずっとそれで、最後まで来なかったからね、だから、もうやっぱり、あの時やっぱディレクターとか良かったもんね、やっぱりその番組をちゃんと進行しないで、ここが今引っ張ってるぞと、ね、出演者がもう多いっていうか、最終回だからいろいろもうゲストがたくさんいたりとか、出演者が多いし、見てるやつも多分この曲、一発で来たろっていう感じでね、ずっとやっててくれたって、そういうことがね、まあ、ある意味ハプニングってことなんだろうけど、ないからね、なくなってしまったからね、もうね。これから IT とか機械になってくる、本当にこんなことばっかりになったんですよね、機械通りにっていう、まあ、例えばマイナンバーの、ね、失敗もいろいろあるんだけど、結局人間に返ってくるってことですね、だから人間がやってることだからこんなことになるんだ、いくら IT だなんだかんだ言う、だって人間がやってることだから、ね、そこは忘れちゃいけないですよ、機械だからね、間違いないだろう、正確だろうって言うけども、正確にやったおかげで、おかしくなってる、そのおかしくなってるのを機械のせいにしたらね、やっぱりもう機械が止まっちゃうから、なんでだろうって考えたら人間だよ、みたいなね。だからさ、
そこを忘れたらやっぱりお話にならないよってことなんだろうな、多分な。確かにね、確かにこれからはパソコンのそういうね、コンピューターとかそういうのってすごい大切になってくると思うんだけど、それはもっともっと安定してバッチリ決まってからね。うん、さ、例えば手塚さんの漫画で鉄腕アトムでもそうだけどもさ、中途半端にやってさ、相手が狂い出したらさ、鉄腕アトム狂うだろうか、ね、そういうことや、まあ、人間も狂う、人間は、ね、機械でも何でもないのに狂っちゃう場合あるからさ、あれだけどさ、それを真似ることになるよね、中途半端でやるとね。やっぱりそれなりにビシッと安定するまでしっかり面倒見るなり、その後もやっぱりフォローしていくなりしないとさ、ね、人間見てればわかるでしょ、ね、ちょっと手抜いたらもうガタガタになるじゃないですか、ね、いや、ほんとね、もうだから最近のこう、いろいろ、ね、もう一回だから、最初からやるかなって、いや、そんな時間は俺にはないという、やっぱりその昔っていうかね、もう今となって古いことだけど、あれはあの時やっぱりこういうことでこうだったのかなというような完璧な理解、完璧はありえないけど、まあ、ある程度しっかりした理解っていうものができるとできてくれば、まあ、自分ね、こんなことやっててよかったなっていうふうになるんじゃないかなと思ったんですが、まあとにかくね、いつも言ってるように本当はね、やっぱり180年ぐらい生きないとなんかよく見えてこないんじゃないかなと思うよ、本当に。宇宙はもっともっとすごい、何百年、何億年、何十億年の世界だからね、それにね、たかなかね、人間、ゴキブリみたいな人間がね、なんだ、いろいろとこう、立ち向かうっていうのは絶対無理なんでね、そういうものをやっぱり、いろいろとこう、もう参考にしながらいかないとね、いかにこう、なんていうかね、いや、面白いことたくさんあるからいいんじゃないかな、酔っ払ってないから、そういうことでね、まあ、ストレス回復っていうか、昔のことを忘れちゃうみたいなね、それはそれでまたいいけど、でもやっぱりね、人間がやってきて今まで、歴史が残ってるのは別にね、ここ意外とね、ちゃんと考えなきゃいけないわ。要するにこの先100年、150年、200年、1000年と、ね、ちゃんとだから、IT がね、稼働してくれたって、たかなか残っただけなんだよね。うん、でいかにね、その人間が出てきてから歴史の中でね、今残ってるものが少ないかってことなんだよ。ね、その辺のバランスみたいなのをどう考えるっていうのがね、また一つ出てくると思うんだよね。それだけね、多分だから今のようなことがね、今のような文明なり何なりが、例えば1000年、ね、先にもちゃんとこの相手が記憶してくれたって、多分1000年先の人間というのは相手にもしないだろうと思って、もっと進んでるぞ人間は、うん、そこを間違っちゃいけない。だから単なる資料、単なるね、覚書なんだよ。それにね、一喜一憂してはいけないっていう、そこの部分ですよ。だから紙でいいのよ。ボロボロになった紙が積んであって、これなんだろう、文久8年とか書いてあったら、なんだ文久8年って知らんわ。っていうか、文久8年って読むのかこれみたいなね。そういう中からこう、いろいろとさ、テフテフとか書いてあったら、ね、なんだこのテフテフというのはとかね。で、そのテフテフっていうのは、読めるってこと自体でももうめちゃめちゃ古い人間なんでね。ギリアの人間はテフテフって書いてある。テフテフが読めない。ね、さらにそのテフテフが蝶々だってことがわかんない。蝶々なんかいないかもしれないもんな、そのまま。なんか怪獣かなんかみたいな、なんかこう、羽が生えててね、空飛ぶんだって。怪獣じゃないの？ね、ラドンとかって。これもまたね、昔のね、資料に出てたやつさ、ラドンって、モスラ？モスラ？え、ゴジラ？やっぱ、バカだ、ゴジラはね、羽生えてない。違うよ、ガメラどうやって飛んでたっけ、あれ。くるくる真ん中飛んでたんだよな。ガメラでもない。ね、そうすると、キングギドラ、これだよな、とかね。ね、で、そんなものを昔のやつを紐解いてね、キングギドラみたいなね、テフテフってキングギドラのことだぜ、みたいな。ね、そんなことやってたら、平安のね、お姉ちゃんなんて悲しいじゃないですか。ね、知らん、詩人とかもな、せっかくテフテフで季語とかテフテフかなんか知らんけど使ったんだけど、キングギドラかよ、何考えてんだお前なんて、未来の人間は何を考えてんだ、タイムマシンがあれば行ってみたいよっつって、ね、でタイムマシンにお願いって言ったができたって話もね、なきにしもあらずではないけど、ないよね、そういうことはね。あ、だってタイムマシン、それでタイムマシンができてたとしたら、過去からね、察するわけないもんか、ね、ああいうね、本当にもう、なんかこう、そこがやっぱり現実の面白さなのかな、よくわかんないけど、でもまあ、俺はね、もう180年ぐらいは、まあでも180年生きたらもう、まあでも180年だったってはまた面白いことないかって考えるか、まあ、今の段階で180年生きたらもうすることねえんじゃないかと思うんだよね、うん、何人ってさ、何人ってなんかこう、あれは100年前にやったよねとかね、なっちゃうのかな、いや絶対ね、いやそんなことじゃね、地球は終わらない、宇宙も終わらない、何万光年ですからね、そんな感じですからね、終わらない、だからそういう面ではね、まだまだ人間なんて本当にちっちゃいよね、だからいいじゃないか180年生きたってと思うんだけど、やっぱりちょっと健康とかいろいろ、健康ってのはまた問題だよね、難しいですよ、病院行って、だから、ね、病院に行ってる間はね、これ元気なんですよ、病院に行かなくなったらやばくなってくるっていう、そういう状況だよね、あと病院に行っても例えば入院が長引いちゃったらやばくなってくる、本当だからみんな元気なやつしかねいないから街の中で、おかしいやつはねどっかね、まあ俺もだから6月本当にもう後半戦はもう家の中にずっといたからね、なんだったらね、まあいろいろあるさ、そういう意味ではね、なんかこうね、ちょっとあれだよな、まあとにかくね、これだってね、せっかく今日の話いい話だよ、なんかなんか、うん、
で自分で言ってどうすんだったんだね、なんか風のせいでボツになる可能性もあるかな。やばいよな、やばいぜ本当にもう、ね、梅雨が終わったのか終わったのか終わってないのか分かんないけど、もうこれだけの期間でセミが鳴いてますね。セミが鳴いてるぜ。だからなんだっつうんだ、セミだって鳴きたい時あるよな。俺だって鳴きたい時あるもんな。ってか鳴くなもん、だからさ、泣いたからってどうよって話だもんな。いいじゃないか泣いたって笑ったって、笑うことだ。あ、いいじゃないか笑ったって泣いたって怒ったってさ、ね。でもまあいいんだよそれで。いやそんな感じで、まあ本当にいい天気だけどね、本当この先どうなるのか。でも本当にこのまま行ったら人いなくなるのって言ってな、人いらないの、ね、人がいなくなってもう残ってる人がいて、その人たちがあ、まあ、どんな人なのかなっていうのはちょっと気になるかな。あ、でもまあ、まあその時代はやっぱりそういう人が必要なんだろうけども、やっぱりね、今みたいにおかしな人がたくさんいるようなね、面白い人がね、お、あいつすごいじゃんみたいな人がいっぱいいるような時代がやっぱりなんかはいいなと思うのね。まあたかだか何十年しか来てないけど、うん、それが180年ぐらい生きたらさ、ね、やっぱり G 藤田はすごかったみたいなね、そんな話とかもできるんだろうけど、でも G さん本当面白いからね、うん、なんかこうしっかりなんかこういい絵、いい絵がバシバシ来るよね。で、あの想像もしてなかったけれども、あるあるあるみたいな、すごいぜかっこいいぜみたいなね、そういう絵がバンバン来るのね。基本的にだからさ、あのオーソドックスなものが悪いって言ってるんじゃないんだよね。オーソドックスなものはオーソドックスなものでいいと思うんだよ。というかそういうものを見てるわけじゃない本当は、ね、いろんなテレビでも大丈夫でも何でもそういうオーソドックスなものをいっぱい見てるわけじゃないですか。そっからつまんねえみたいな話になってくるわけだからね。だから面白いものは分かんないけど、つまんないってものは分かんないですよ。だからオーソドックス見てなきゃさ、異端も分かんないんだよね、うん、だからそういうことはふと思ったりするわけだけど、だからギー振ってた、間違い、ね、ギー監督すごいぞ、ね、でも どうしたらもっとね、YouTube に上げる方がいいのかな、どうなんだろうな。俺なんかはもうね、見てもらえばいいなと思ってるから、なんかガンガン上げてさ、見てってね、ジャパネット高田みたいにやってますけどね、うん、でも全然ね、売ろうとも思わないし、ね、なんで有料にしようとも思わないし、もう見てもらうだけで十分でしょね。でもまあそんな中で、ね、やっぱり藤井さんの場合は金取れるだけのあれがあるからねと思うんだ俺は、ね、実際にね、すごいと思うから、ぜひ皆さん、G 藤田監督の作品を見て、絶対に面白いのかどうかっていうのは知りませんけども、なんか変だよっていう、変だよっていうのは、例えば途中で停電するとかさ、なんか呪いがね、途中で画面が変わって、ここからあ、ね、コマーシャルですよ、そんなことじゃなくて、途中でね、分かんなくてもいいんだけど、でもすごく面白い、映画だと思います。そんなこと言ってどうするんだよね、本当にね、もう少しちゃんと分かりやすく言えよ。まあ、いいんですよ、それで。そういうような、だから分かりやすく言うためには、あと180年で、ね、生きなきゃいけないわな、おいらも。ただ分かりやすく言うんじゃさ、じゃあ昭和の人に向かってね、言うとね、その人に向かうとこういうことなんだよ。令和の時代に向かうとしたら、ね、こういうことなんだよとかね、私時代はこういうことなんだよって言えるようになるんじゃないかなって感じで言ってます。知らんけど。というような話をごちゃごちゃしてて、あっという間にこんな時間。いつものパターンね。いつもさ、これぐらいやるじゃないですか。40分とか45分とか50分とかやるじゃないですか。ね、うわすごくやったなって、またバカやっちゃったよって思うのは、しょうがないよね、まあでもな、一応ね、今までは聞けないところね、風の音がカットしたことがあるけど、ほぼノーカットだからね、少しだけ早くするだけの話だから。これはね、わけわかんないこと言ってるな、じゃあここカットしようとかも一切ないからね、今のところしょうがないですもんね、めんどくさいし。そんな話じゃね、まあ、この辺にしていきましょう。でも本当にね、あっという間にね、気がつけば13時、1時になっております。さあ、これからどうしようかね、早く帰って家で寝るか、ね、まあ、なんかね、そうだ、ビデオ作んなきゃいけないのはまだあるんだな、なんかめんどくさいね、ビデオ作るのもね、でも、頑張りましょうね、頑張る、ね、よろしくお願いします。ということで、どうもありがとうございました。今日もまたね、この風の強い、ピーターの日にこんなところでやってていいのだろうかなんてふと思ったりもするんですけど、まあはっきり言ってそれはどうでもいいので、やっぱり答えとしてはそれでいいのだ、こうなります、はい、ということでどうもありがとうございました。またやりますのでね、頑張んなきゃ、こればっかりはね、もうとにかくずっとね、元気なうちはずっと続けますから、ね、面白いつまんない問題じゃないんですね、でも多分その辺のことってのはね、ずっと聞いてくれてるとね、だんだん分かってくると思うんですけどね、まあ、そこまで求めてないし、ね、まあとにかく楽しくやりましょう、ね、楽しきことは面白いことでございましょう、ね、そして面白いことは幸せなことにつながるし、こういうようなね、なんていうの、この晴れ、風がちょっと強いから、ね、ビデオするにはちょっと問題だけど、この真っ青の青空ってのは本当にね、生きててよかったって感じだからね。
はい、ということでありがとうございました。あ、またね、また来ますので、よかったらチェックしてください。はい、ということでどうもありがとうございました。それでは、おやすみなさいです。グッドナイト。ではでは。